どうも日本の皆さんこんにちはモスクワでドミトリー・クリームフロシアの演劇を研究しているトシです今日の講義は日本の文化の茶道と演劇の関係性についてお伝えしていきたいと思いますこの日本の文化の茶道と演劇は本当に深い部分でかなりつながりがあるので皆さんにお伝えしていきたいと思いますそれで今回なぜこの「 日本のの文化の茶道をお伝えしていいきたいかというと、う最近僕は偶然人づてでこの茶道について知るきっかけがあったんですがそれで恥ずかしながらまあ日本人として今までこの茶道に関して全く知らなかったのでそれでようやく興味が持って少しずつ知識を学んでいっている学び始めたとこなんですが。 まだ知識を得てる段階なのでまだ実際には茶道を経験したことがないのでもうすでに茶道を経験したりされてる方にとっては今回のこの講義は少し浅はかに捉え浅はかに感じてしまうかもしれないんですが今回この最近出会った茶道のこの熱茶道と演劇のこのつながりの熱を皆さんに早くお,つお届けできればなと思うので今回この動画を 講義を作っていますはい、それでは茶道とはまず何かというと茶道とは心を落ち着かせて抹茶の味や香りそしてその場の空間を深くじっくり味わっていこうというのがまさにこれが茶道なんですがこれは本当に面白いことに演劇も全く同じことが言えて演劇とは何かと言われると、まあ、演劇ですね。演劇をまあ劇を場に 見に行くんですがその劇場で演劇を見ながら心を,落ちけ心を落ち着かせながら演劇を見てそして茶道と同じように五感をフル活用してし、えー、と舞台美術だったり役者の動きだったり視覚、まあ、要素ですねそういった視覚要素または、えー、役者の声だったり。 あと役者の動く音の音だったりその聴覚要素ですね視覚要素だったり聴覚要素そういった五感の要素に集中してじっくり味わおうそういうのを全体のその空間を味わおうというのがまさにこれが演劇でそのお互い心を落ち着かせてその場の空間を味わうしっかり味わっていくというのが 茶道と演劇の共通の部分で共通の部分です。僕はまだ茶道を経験したことがないので、早く茶道も経験してみたいんですが、僕がなぜ演劇にハマっていったかというと、その演劇を見に、まあ劇場に通い始めたときに、その劇場空間の劇場空間の魅力について知ることができたんですよ。その劇場空間の魅力が何かっていうと、先ほどお伝えしたように。 劇場空間っていうのはすごく落ち着,けて落ちい,落ち着いてその五感をフル活用しながら今の五感をフル活用しながら今目の前で起こっていることに対して深くじっくり集中していくということができる場所が劇場なんですが例えば他の場所を想像してもらう。 しして欲しいんですが例えば他の例えば外ですね外だったら例えばトラックとか車とかの音がすごくうるさかったりあとカフェとかも人の会話が結構聞こえてきたりまあそういったように特に外ですね外は結構うるさかったりするんですがいろんな音が聞こえてでも,劇でも劇場は音がほぼほぼ無音に近い限りなく無音に近いような音がほとんどない。 空間でそうやってその今の五感をフル活用しながらその今の五感をフル,フルに研ぎ澄ませながら今目の前で劇場,え劇場で起こってるその役者の演技であったり舞台美術の変化であったりそういった今目の前で起こっていることに対して心を落ち着かせて五感をフルに活用し 集中ででできる場場所が劇劇ああり演劇であり演ますそして茶道に話を戻したいんですがこの茶道で僕が一番心を惹かれた部分があってそれが何かっていうとこの「一座建立」という言葉が茶道にあるんですがこれがどういう意味かというと、まあ、分かりやすく言うと「一体感」という意味になるんですが。 この一座建立のこの一体感を茶道でどうやって表現感じていくのかというとまずその空間ですね茶道には茶室という空間があってそこには例えばいろんな道具がありますねお茶を作るための道具であったりあと壁にかけられている掛物があったりしますねまずこれらの道具や美術品を含めた空間これの一体感が 一座建立ということでさらにここからが最も重要なんですが、まあ、重要なの最も重要なのは人なんですがこの茶道には主人と言われる客を招く者と客人と言われる招かれる者この双方の二人がいるんですがその主と客が一体となってその場を盛り上げていくというのがまさに一座建立の一体感なんですが。 それをどうやって作っていくかというとその主と客,客がお互,いお互いを思いやる気持ちであったりお互いが息をぴったり合わせることでその一体感一座混流という空間が初めて生まれまれす。そのような茶会がその主人と客人のお互いによって進行していくんですがその進行する時間や空間すべてを総合的に 捉えてそれは茶道は総合芸術と捉えられていますこの総合芸術っていうのはまさしく演劇と同じで演劇もありとあらゆる要素が全部つながって総合芸術となるんですがその要素は例え,ば例えば美術の視覚的要素舞台美術とか道具だったりの視覚要素だったり役者の声とか演技とか。 の要素であったり、まあ、音楽であったりそういったありとあらゆるあらゆる芸術が総合的に集まったのが演劇なんですがこういう意味で総合芸術という意味でも演劇と茶道は深く深いつながりがあります。そししてまたた話を一座混流に戻したいんですが この一座建立ということは演劇にも当てはめることができるんですがその茶道は千利休が深く広めて発展させて,いたさせていったという認識があるんですがその千利休が作った教育学、まあ、評価軸みたいなのがあってその中の一つにそのお茶はお茶は 客人の状況だったり気持ちを考えながら立てなさい作りなさいという教えがあるんですがこれはまさしく本当に演劇に当てはめるって話すことができてこれがどういうことかというと例えばその役者は観客の今の,その状況だったり気持ちだったり、まあ、それを含めた劇場空間を理解し捉え捉えながら 表現つなげることができるんですがそのなんでこういうふうにつながるかというとよくない演劇っていうのはよくない役者っていうのは一方的な伝え方をしてしまうんですが例えばそれがどういうことかっていうと観客,だ観客の状況とか気持ちを考えずにまるで。 映画だったり、まあ、ビデオが再生されてるようにもう決まりきったセリフだったりをもう淡々とまるでロボットのように性格のように言っていく役者がとか演劇はまああったりするんですがそれは本当に舞台から一方的に流れているようなイメージなんですが逆にいい役者っていうのは例えばそれこそドミトリー僕はドミトリー・クリーモフというロシアの。 演劇ラボを研究しているんですが、その中にマーシャ・スモ,リマーシャスモルニコバという役者、女優がいるんですがその役者は本当にその一座建立という意識をしっかり持って演技表現をしているんですが例えばそれが思い一番はっきり現れた瞬間があってその演劇はそのマーシャが一番最初に現れる時はその 客席を後ろから通って客席の間を通って舞台に現れていくんですがそこで彼女がな最初にこうやってパッと観客の方を振り返る瞬間が初めて見る瞬間があるんですがその時にマーシャが何をやったかというとそのパッとこう振り向いた瞬間にこ,のこう振り向いてその観客の先ほどお伝えした観客の状況だったり気持ちだったり その劇場空間が今どういう状況になっているかなというのをパッて振り返った時に一瞬ピタッと止まって自分も本当にもう空気感がりんとするようななんか張り詰めたさっと何か意識が張り詰めてるような表情で表情や空気を出して先にその劇場空間の状況を 吸収ししてて理解して初めてようやく役者はそこから自分の表現を出すことができるんですがマーシャはそのように先に劇場空間を把握して理解してそうやって次にやっと自分の表現をするというこのような茶道の一座建立の意識を演劇でも応用することができます。 そしてこの「一座建立茶道の一座建立」を演劇に当てはめてさらにお伝えしていきたいんですがこの「一座建立」というのは演劇で例えば先ほどの,その一方的ではなくその観客と役者がお互いがその場を盛り上げる盛り上げるお互いがその思いやる気持ちその 息をぴったり合わせて初めて一座建立というその場の瞬間瞬間がその場の舞台劇場空間がお互いによってお互いの要素によって成り立つというものなんですが例え,ばな例えばなんですが演劇はよく例えば役者の存在がかなり大事だという認識が多くの人がされていると思うんですがそれと同じようにその観客の存在もかなり重要になってくるんですが、まあ、それがなぜかというと 僕はある「21世紀の芸術」という記事を書いてるんですがそこであのジョン・ケージ音楽家のジョン・ケージジョン・ケージが例えば「4分33秒」という作品を作っているんですがそれはピアノが舞台に音楽家が出ていって、まあ、舞台にはピアノが置かれているんですがそのピアノを演奏するかと思いきや全く。 その4分33秒間ピアノを演奏せずに曲が終わってしまうという作品なんですがこの作品が伝えたいこと伝えてることというのはその全く音を発せないことによってピアノからその場で聞こえる,と聞こえる音というのは例えば観客の存在の音という音ですね。観客がただだそこににに座っているだけでも微妙に微かかす音が 生じたりすするんですよそれは劇場が本当に無音に近い場所なので例えば服が細かいこと言うと服が擦れる音だったり、まあ、観客の話し声だったりこういう呼吸の音だったりあとは咳,込んだり咳をしたりする人あとはゴソゴソ動いたりする人というような細かい小さな小さな音が実際には劇場にはあるんですが。 ジョン・ケージが言いたかったことは別に音楽をピアノで弾かなくても音楽を作らなくてもその劇場空間または日常にもうすでに音楽はあるじゃないか音楽は作る必要はなくてその場にある音や音楽を感じてさっきのまあ茶道のように落ち着いた心でその音に集中していこう捉えていこうというこの作品にはこういうテーマが詰まってるんですが。 このように観客の存在というのは演劇にとってかなり影響力があるんですが例えばそれがどういう時に影響するかっていうと例えばさっきのマーシャマーシャがパッと観客を振り向いてこう張り詰めた空気を出した時に観客がなんかその例えば持っ,てるリュックス持ってるリュックサックの荷物をゴソゴソしたりとかなんか分からないけど人と。 人と会話を話し,人と話したりとかそういうこちょっと集中力を欠くようなことをしてしまうとその場の空気がちょっと乱れてしまうので観客もその集中意識をマーシャンその役者のマーシャンに意識を取り澄ませる必要があるんですよ。そういった意味で一座建立ということで役者と観客はお互いにお互いに思いやって 一座混流の空間を作っ,作っていきますそれで一つ面白い話があってこれは観客の存在という話につながるんですがロシア人は本当に自由奔放で適当な性格があるんですがこれがまさか劇場でそれが現れるかという瞬間に出会ったんですがそれがどういうことかというとそのあ,る劇場ある演劇を見に行ってその。 観客はみんな席についてその演劇は普通に始まったんですがそのある時に演劇が進行しているある時に一人の観客が電話を取り出して急に電話を始めて会話を電話でし始めたんですがそれもなんかすぐに終わるんじゃなくてもう数分5分とか数分話し出したんですがこのように観客の存在は 演劇に大きく影響しますそれともう一つ面白い話があってこれも演劇は観客は演劇に大きく影響するということでこれもロシ,アでロシアでのロシア人の話なんですがこれも僕はクリーモフの演劇を見ている時にそのある観客が急に席を立ってスタスタスとその舞台の中心に向かって歩き出したんですが、まあ、その時は舞台というか平面のフラットな四角な四角い 劇場空間でその周りに椅子が置かれている状況だったので観客がスッと椅子から席に立ちその中央,の舞台中央に役者,たち役者だったり舞台美術が置かれている中央に寄っていったんですがそれで観客は何がしたかったかというとその中央には舞台美術のピアノが置かれていたんですがこのその役者のあその観客側からは。 その時役者が文字を書いてたんですがその観客側からはその何を書いているかが見えなかったのでその観客はスッと立ち上がってその向こう側に回り込むように歩いて文字をパッと確認してすぐにスタスタとまた歩いて席にパッと戻ったんですがその他の観客たちはその瞬間一体何が起こったのか分からなくて。 まるでその,役その席を立った人ももしかしたら役者の一部一人じゃないかなと思って役者ではこうスーッと意識をしてその歩く観客を見てたんですが初めてその他の観客たちはその一人の観客が席に戻ってパッと座る瞬間に笑いが起きたんですがこれは何でかっていうともちろんそれがその観客が役者ではなくただ。 観客として舞台に、えー、と回り込んでその文字を見て戻ったということで笑ったんですがこのように観客も舞台に勝手に立ち上がって舞台,に近舞台や役者に近づいていくこのように面白いいロシア人もいたりします。このようなロシア人の面白い観客の例があるように観客の存在も舞台に大きく影響します。 なので一ののようににに観客と役者の存在はお互いに重要になってきます。少し一座建立の話が長くなってしまったので2つ目の、まあ、これは最後のテーマなんですが僕が茶道から最も影響を受けた2つ目のテーマは一期一会なんですがこれは皆さんおそらくもうすでに知ってると思うんですが一期一会の意味は 一回一回一一瞬一瞬の出会いだったり一瞬一瞬の出来事事柄を大事に感じていこうということだと思うんですがこれも茶道だけではなく同じく演劇にも当てはめることができて例えばそれはさっき伝えたお伝えした一座建立の話にもつながるんですが一期一会という意味で例えば役者はある演劇が一つ出来上がるとその公演を毎回のように 繰り返していくんですがその繰り返していく中にもたくさんの一期一会という意味があって例えばそのように毎回同じように繰り返しているように見えても実は少しずつ一回一回の公演は違っていて例えばそれにも観客の存在は大きく一座建立用のように大きく影響するんですが。 毎回観客は違った観客が来るので例えばその時その時の公演一回一回一瞬一瞬のその劇場空間の先ほど言った状況によって役者は一座建立に従うと演技の仕方を少しずつタイミングだったりを変えるんですが例えば観客の劇場空間の観客の状態がざわざわしている状態だったら役者はあえて落ち着かせるような演技の仕方をしていったり。 逆に役者を盛り上げたいような場面だったら観客を盛り上げていくような演技をしたりそういった一期一会もまあ一,一座建立と同じように観客と一瞬一瞬の瞬間瞬間を一体となってお互い息を合わせながら盛り上げて場を演劇を作っていくということでもう一期一会は演劇につながります。 例えばこの「一期一会」のもう少し細かいことを言っていくとまあ毎回同じように見えても例えばその,その時々の今度は役者の状況ですね役者の気持ちだったり状態も毎回少しずつ違うわけで今日はなんかこの役者は高揚感があるなとか逆に落ち着いてるなとかそういうのを一瞬一瞬感じていきながらまた自分もそこに合わせて表現をしたりする。あとは舞台美術の、 舞台美術が今日はなんかいつもなったらここにあるのにちょっとずれた場所にあるとかタイミングとかが一個一個役者とかものとか観客の関係性も考えながらちょっとずつ変わっていくのでそういうことをに集中して意識を役者も研ぎ澄ませながら一期一会だったり一,一座混流を感じながら表現集中して観客と一緒に劇場空間を作りながら味わっていくというのが演劇でもあります。 これは本当ににに茶道ととと演劇、ここの両方に同じように言えるるができると思います。それでは最後にクリーモフの一つ面白い茶道と演劇につながる一つ面白い話があるんですが、まあ、茶道は一つの礼儀としてその茶会茶室に上がる時は上がって茶会を行うときは白い靴下に履き替えて茶会を行うという文化があるんですが。 これと似たようなものをクリーモフは段その劇場のリハーサルにを行う時に劇場に着いたら彼はその靴を履き替えるんですがそ,のそれは劇場用の靴にまあ室内用の上履きみたいなやつに履き替えるんですがそれが彼がなぜそのような上履きに履き替えるというかというと。 まあそれはまず第1段階として劇場のリハーサル室の舞台を汚さないという意味とあとはその新鮮な気持ちでリハーサルに取り組むというこの2つの意味があるんですがそのようにクリーモフの1つの癖をとっても意外なところでととのがががりが感じることができます。はい、今日はこんな感じで日本の文化の茶道と演劇特にロシアのクリーモフの演劇には深いところでつながっているということをお伝えしました。 そしてこの講義をきっかけに今まで茶道にかかっていた人は演劇に演劇にかかっていた人は茶道にその両方にかかわったことがない人はその両方にこの講義をきっかけに興味を持ってくださる方がいれば嬉しいです僕も最近茶道を学び始めたばっかりなので実際に茶道を体験して日本の文化の茶道を知っていきたいと思いますそれでは皆さんご視聴ありがとうございました皆さんとの一期一会に感謝します。